ラスト分かってんだからさくら、いいよ著作権とか。ボルトは僕の方に取り出して、だから出せ僕を。いいか、僕、空もいいよ。空の前に僕を出せ。それは僕が生み出す存在だ。いや、おいグーフィー、お前相手よく見て、グーフィーじゃないかお前。先にグーフィーだけ参戦させようってよ。でも色は取られたな。グーフィーと取られたのハーフだ。混戦じゃ決める。聞かれる力よ。ホーリーミニブレートビート、ふざけんなよ。ほんとイライラするわ。なんかイライラしてきた。サンズもさ、アンダーテールのサンズ、あいついい線いってんじゃないかってなんか注目してたのにさ、あいつのミーコスチームじゃねえかよ。カップエイトって結構人気なんじゃねえのか。おいなんでこんなひどいことすんだよさくら。お前追加コスチームちょっと気合い入れて、お茶にこそやめてくれよ。追加コスチームってそうってことはお前許可解いてるってことだろ。俺だったらもうなんか頑張ってキャラにしてくれよ。どんだけ時間かかってもいいから。もうユーザーのくせにさ、そんなこと言うなとか思わんかもしれないけど、王様だぞ僕。いいだろ、頼むぜ。ほんとアンダーテールの曲好きなんだよ俺。オフでアンダーテールの曲聴いててさ、ディズニーランドでもなんか流せばいいじゃんって思ってんだけどさ、流してくれねえんだよ。だからさ、もっと他のアンダーテールの曲も流してくれよ。頼むよミッキー。僕らのクラスのヒーローはミッキーモー。ダーパさん対戦よろしくお願いします。ということでね、今回はさっき王様が言った通り、カップヘッドの追加コスチュームが来たんで、久しぶりにね、外役ミーガンナープレイしていきたいんですけど、相手これあれなんだよな、反射文字なんだよな。反射文字に対して結構きついけど、まあ、マリオ程度のね、そこまで回転率いい反射ではないので、まあ、とにかく下ビート、ニュートラルビートね、これ横ビーをぶっ破したことによって、これサムスの横ビーと違って練習できるんですよ。サムスの横ビーって、まあ、今流行りのね、強化されたサムス。あれ、なんか、滞在時間が長いせいでね、まあ、2連続で打てないんですよ。なんで、まあ、そいつよりは横ビーが強いという感じで、まあ、あと、攻められてる時めちゃくちゃ弱いから、とにかく、まあ、相手の距離とつつ、自分のターンもいかに継続できるか。さあ、ドクターマリオのカプセルはなんか貫通できるんですけど、マリオのファイヤーボール消されますね。まあ、炎属性ということで、あれなのか、お、ハマったこれ。おい、エレクトロニカルパレード、おい、ハピネス。これ一回相手ハマってしまったら、キャラによってループするんで、まあ、ああいう風に横 B 連打してるだけで、まあ、いいという感じで、もうこれは激痛拒否。先にターンを有効してる時の遠距離キャラは強いぜ。トゥーンリンクとか、軒並みね、ダークサムスとか遠距離キャラが強化されてる中、まあ、元祖一番外役の遠距離キャラは、このガンナーミーという感じで、まあ、ガンナーミーが俺、ミーファイターの中で一番使ってて楽しいんで、まあ、主に3の方がやるけど、マジで追加コスチュームで、あれ、なんか、追加コスチューム、反リストラ記憶なんだよな、これ。さあ、もう追加コスチュームね、出たやつは、もう二度とスマブラに参戦することはないという、まあ、そういうあれをもとやっているんですが、この復帰を丁寧にしていく。空上でごまかしてなかった。下側からのね、空上ね、はみ出て当たるんで、まあ、こういうところにいいやつを当てれない。これ絶対一つ増してくる。来てこなかった距離を取りたい。さあ、ファイヤーボルト総裁相手の回避に刺さる。横 B ね、その場回避とか横回避にそのまま刺さるんで、ジャンプを誘発的にも強いし、ジャンプくらいしか相手からやる方向もないし、さあ、タイミングが難しいぜ。そしてそこの楽器やるときに始めるハピネスつかみ、上だからのバーストできない。さあ、バースト手段は下強と上強と、まあ、下スマと上スマとふんだんにあるんですけど、抜けた。最悪危ない。メテオ痛くて、うわ飛び方気持ち悪い。さあ、後ろに空出しながら下 B を放っていく。さすがに下 B では知らないか。他を壊してよく見て、もうちょいだったら死にそうだな。後ろ投げと上投げもダンス球さえ当たってしまえばワンチャンバーストしない。さあ、ここで狙撃ができない。で、ここに下 B を置いとくことによって相手にジャンプを誘発させて、えらいちゃんと待った。だからしかし空後の壁が厚い。空前の感性をつけながら、ね、後ろに逃げれるのが強いんですよね。さあ、そして相手が迫ってきたところにもう一回つかみを置いて、サムスに上投げバーストがあるかのように、こいつにだって届かこいつにだってあるのさ、上投げバーストがね。上投げバーストというものは存在しているので、まあ、普通に B ボタンですよニュートラル B かすめ当たって、左ワンとあれ多分ね、キングクレルのお腹と一緒で反転頭に当てられたらね、ああいう風に押し負けるんですよね。なんでちょっと一回ここは3立てした勢い、さすがにしかない。重量自体は重いか軽いか分かんないけど、なんか昔はミーファイターってミーの体重とかあれとかで、ね、決まっていたんですけど、今作どうなんだろうな。なんか左マントの方がいい感じに避けていて、反射無効みたいな。さあ、ちょっと今度は俺ちゃんと相手を追尾する方のロケットも何連続でも出るから、それで相手を困惑させていく。で、近づいてきたら下 B で弾き返された。攻撃当てられると相手の球になってしまうから気をつけつつ、クーダーミスそう、致命的なクーダーミスをかましてしまったが、カップヘッドは別に語ることないんだよな言うて、サンズの時はアンダーテールやってたからあれだけど、カップヘッドはやったことないですね。なんかかなり鬼畜のアクションゲーっていうのを聞いたことあるんですけど、まあ、友達がやってるのは見ましたね。さあ、反転させられて痛い。やばい、俺コンボつながれそう。ワンチャン攻められてる時マジ弱いから、ガンナーミーはなんでちょっとこのままターン継続させて終わらせたい。まだ一回も使ってない。ヨーコスマッシュを使って倒していく。はい、坂本さん対戦よろしくお願いします。ちょっとね、技構成を変えてきました。ポケモンみたいだけど、まあ、ミーファイターはね、12個の技の中から4つを選ぶっていう特殊なあれなんですけど、今回は、もうこの横見のフレームピラーという、あまりにも使われてないね、まあ一応、なんかネスのあれと違って、相手に当たらなくても、地上につけば火柱が出るという、まあ、大宴会炎帝なんですけど、それとこのガンナーチャージを合わせて戦っていく、その後式ね、こういう風に当てれるっていう、まあ、俺の中でかなり好きな構成なんですが、ペレス&ベルトとかいう足遅いやつはセーバーしていかなければ、下見は、このね、感性をずらせる、ちょっと、ね、まあ、割とネストリガーにね、近い構成になっているんですが、相手がな、飛び道具反射できないから、リフレクターにはならないんですよね、これ。ただ、ここに相手に当たり判定を押し付けつつ、空中ね、機動力を増して、空打とかしてずらせるっていう、まあ、かなりいい感じのあれなんですよ。そしてウェビーが相手の回避を誘導させてウェビーメジャー決まっていくキックボトムシュートっていうめちゃくちゃ復帰力ないゴミカス技なんですけど、使ってるやつ見たことないからな。あ、上投げでさあ返したところを一発、着地を弱いから上に上げてしまえばこっちのおもちゃになると思ったが、ウェビーで最大リターンこれ 50% から強いからさあ、そして、まあ、全然最大リターンでもなんでもないんだけど、よく見つかまえたジャンプで打つ完璧これ強いな。TKR さん対戦よろしくお願いします。おお MKR と11違いじゃないか、これ負けられねえな。しかも俺あれじゃん、オンライン大会出た時に名前 MKR でしたから、名前 MKR のままじゃないか、恥ずかしい。だからクリームピラーでおやらしつつ空営のお化けにされないように、あ、それマジか、今のちゃんとクリームキ相手めくってきましたね。さあ空砲をごまかして、空砲ね、見た目の割にね判定めちゃくちゃ止まった。どうしたんだ TKR どうした。おう友情芽生えた。そう今俺がちゃんと待ってあげたことに感謝を述べてね、ちゃんと感謝していけお前。まあああいう風に手が離せない時もあるでしょ。ちゃんと動いてくれた。一発当てて一発当たらない。さあ後ろ投げが通らなくてちゃんと止まった。なんだお前、おい次止まったら、お前次止まったら俺容赦なきゃいけないからな。逃げるね俺たちの食えぬ。あ止まった。ああもう容赦ない容赦なく殺すお前。転空した瞬間に何やもう一時違いで仲良くなると思ったのに、なんだよお前。おい悔しくねえのかお前、こんなカップウェットにさ押されたまま死んでくって思う、ね、え悔しくねえのかよお前。おい TKR お前同じ KR のあれを持って、おい来た KR 来た KR 来た、いいよじゃあやろうとからお前見せてみろお前。それでこそあれだよ KR の意思を継ぐ D の称号みたいな感じで KR だって称号あるから、あ一発だ詰めていく。いや俺このストック、ま、このストック落ちたら俺負けでいいよ。お前のストック奪ってこれ1スト、まあ実質1ストみたいな、まあ、でも自殺するのは失礼だから、うん、ここ1スト取られても負けの勢いで俺やるわ。分かってんな。後ろ投げは取らない、それ繋がるから気をつけて。あれあれそのコンボができるとは俺コンピューターに加工されてない。さあ足がこれ下からかすめれないぞ。俺じゃねえお前 TKR。 後ろ投げが通る。さあそこで何をしてくるか、横火が引っかからない。お前が転空した日が最後だからな。横火が今度は引っかかってそれに当たっていく。犬さん対戦よろしくお願いします。ちょっとねアイテム戦に用いてリフレクター持ちステレスボムガンナー見てきました。ステレスボムっていうのは横火のね全く使われない劣化ゼルダの横火なんですけど、さあこの、ね、リフレクターもなんかチャッチーだよな、アブソーバーとかに比べると。一回ソニックにアイテム全部取られないようにこのステレスボムは全く見えない俺ですらどこにあるか見えない。見えねえし、なんか一回押しただけで距離行きすぎて全然当たる気配しない。しかもあれ爆発ラインゼルダって違って短いんだよな。さあ上投げから逃げていくウェビーで、ちょっとあそこにある爆弾破壊したから怖い。これウェビーはキックなんてない。おっぶんで頭だけ上に出るから当たるかと思ったけど、逆になそう無敵時間が噛み合って、一回これを激辛カレーを食いていきたい。さあ食って、まあなんか公式のオンライン大会がアイテムありだったせいでいろいろとねアイテムの使い方に対して、まあ、ちょっと幅がね知能の幅が広がっているから負けたくないぜ。次のアイテムありマジでさ、アイテムありはいいけどチャージ切り札だけなしにしてくれ頼む。アイテムありの運ゲーはなんか公平な運ゲーか、公平な運ゲーって意味わかんないけど、公平な運ゲー感あるんですけどチャージ切り札キャラ格差激しすぎるからやめてくれ。さあはみ出てきたけど当たんない。パルテナー畜生が脇クエヌババアがいじまくってるせいで楽しくねえんだよ。最終的には、まあ、生音見てくれた人なら分かると思うんですけど、途中までね2万超えでいい感じなんですけど、まあ、最後の最後でネスとパルテナにボコボコにされ続け、まあ、2万ちょっと切るぐらいで終わりましたね。パルテナとネスに1回、なぜかネスにもう1回勝てないっていう、あとパルテナに「うえいははっ!」って「ハビです!」って張り付いたな今。こいつの必殺技はまあ大して強くないからまあ大丈夫なんですけど、さあこれ避けれないんだよな。でも劣化 DD コンボね、これ痛くもない火力すらないで、お前が終わった瞬間に俺がチャージ切れたよ。ちょっとどうしようこれ一回殺してからチャージ切れ、あいやこの野球ボールでお前をまず一回ダウンさせてからの野球ボールではいドンオッケー、それでチャージ切れてオンとしておいて、待って時間ない、切れてしまうからできるだけ端でこう焼きボール使ってからお前を端に送って、そのまま島流しのけ軽く関係なくお前は死ぬで、大化けキノコは用いることによってお前はもう操作を逆転して、今から死ぬ未来が見えるぜ。あ、なんか技術が取られてる。だからしかしこれもね、リクルーターで跳ね返せるんで当選したいけない。いや俺は関係ない。上下左右反転無効なんだっけ、アランから似たようなそういうやつ、アイゼンの部下じゃなくてアイゼンが部下だったやつ、名前忘れたわ。平子だ、平子ブリーチめっちゃかっこよかったのに、なんか石割って今ブリーチを見たんだよな。しまった、いつもさっきまでガーキャンウェービーだったせいでウェービーが下から入っていく。一応メテオあるから気をつけて、はい、後ろ投げでドラグンパーツが相手揃えそうだから、これ逆にバースされたらまずいんだよな。アイゼン京介左右反転、アイゼン京介名言製造機だからな。あいつあまり強い言葉を使うな、弱く見えるぞ。理想っていうのは憧れと、なんだっけ、憧れというのは理想と最も忘れたそこまで言っといて忘れた。理想とは憧れと最も遠い存在であるんだっけな、なんか忘れたけど、リフレクターで跳ね返したけど、これやばい。ああ、それもらった瞬間に当てるはんってあるんだ、知らなんだ。その間にじゃあ俺はモンスターボールとこのファイヤーバーを取っていく。あ、それ戻る瞬間も当たりなんてあるんかい。めちゃもん、めちゃもんいいじゃん。わかったわかった。このめちゃもんがいる隙に俺後ろからこの横火で支援するわ。横火を投げまくることによって、これ絶対当たんないでしょ。こっち側に来れないし、お前はどこにあるかごちゃごちゃして見えず、いつかステルスボムに当たって死ぬという未来なんで、当たる気配全くしないこれいつ当たんだよ、どこにあるか本当に見えねえ。当てる最後今度、あ、そっと強っ。マルスケさん対戦よろしくお願いします。マルスケマルスに軽配しやがって、お前もう時代はベレさんのベルトなんだよ。お前な、近距離だったらルキナでいいし、まあ、遠距離だったらマルスじゃねえや、ベレスベルトでいいみたいな感じで、お前の立場がどんどん危うくなっていく。そしてゲーマー捨ててきた。これ一回空上落とししたいな。空上落としからの下妻入らなかったほんと使いどころわかんねえな。リフレクターで一回距離を測りつつ、マルスの切り札 0% でも飛ばされて、生放送中に一応チコったから、それだけさっき一回投げてこない。お前逆にキャッチして気づけばキャッチ。お前もしかして俺にホームランコンテストさせてリフレクターを誘う気か。俺あ、やばい、スーパーマンができなかった。すぐ投げやがった。バキュームスティックキャッチしたい。足遅すぎて相手もキャッチできないっていう、そういうあれなんですけど、ダメ。雨にも負けず風にも負けず、ゲーマーお母さんおお、まあそこの数少ない限りなく細い影を選んだね。ステルスボムがほんとステルスボムの距離感わかんない。うお、押し出されて、いやここに逆だったな、逆クーダミスだ。ちょっとゲーム音ちっちゃすぎて音が流れてるのかわかんねえ。いったリフレクターが決めなかったけど、足つびやだけだな。おお、なんかお母さんとナイスコンビネーションを決めていく。ちょっとクリスタル VS EV なんかこの獣大歓喜の王国が出来上がっているが、この上にいいことやって、あいつやっぱ俺のクリスタルちゃんいじめてんじゃねえぞ。やばい、死神かなんか、お母さん流れてくるやつじゃない、これお母さん流れてくるやつ。ああ、またお母さんに捕まってしまった。今回お母さんいいな。俺吸引ボムを相手につけて、さあこれを上に投げることによって、いやちょっと距離を置いて、ここリフレクターオッケー、完璧。リフレクターでね、ああいう風に爆弾の吸引部分だけいけない、危ない。爆弾の爆発部分をね、ああいう風に追い払えるんで、まあ吸引ボムつけていてもリフレクターすれば大丈夫と。なんならサインマグネットとかだったらそのまま2人一回やっていってから、しくったー、いやしくったー、よけろ、危ねえゲーム機に向かってムキになる少年マルスケ。一発さあ、ここ当たんない。お母さんそんなところ入ってくるの初めて見たお母さんあんなところ入ってくるんだ。俺当てれるぜ俺なら当てるぜ。あ、3個ニュートラル B を押したつもりが、チャージをためようとした瞬間に急にチャージ切れたと思ってなってしまった。これどうしよう今取ったら無敵時間にやられるんだよな。お前邪魔すんな上に回ったのかそれ。あ、お前取らない、お前カウンターするつもりかもしれんけど、俺に引かないから言っとくけど、それ俺に悪いけど邪魔だよ。止める、いけ俺ら止めるんですわ。マルスケさん対戦またマルスケじゃねえか。しかもルイージ使ってんじゃねえぞお前何キャラ変えてんだよ、ちゃっかり。もうやっぱアイテム戦深夜に潜るとこういうね、同じ人に当たるんだよな。お前のマルスへの思いその程度だったのか。お前ルイージスケに変えろお前名前。やばい、これ即死される、危ない、新しいコンボルールと開拓してんじゃねえ。さあこれは横スマでサッカーボールを飛ばしていくが当たんない。いい飛び方するね、横スマの。しかもなんかヒットストップかかる方がね、俺20で当たるんじゃね。うお、いいダメージ。さあ次サッカーボールが出てきた瞬間に当てようと思ったけど後ろに出てきやがった。ここのステルスボールとか絶対見えないでしょあれ後ろ暗くてなんか星々が輝いてるせいで間違いなく、さあ当てる俺の技術があれば、うわなんか降ってきた。さあ当てれない。スクラッタック、あーくそ、スクラッタックさゲットすればな、相手のガードを削っていってスクラッタックが取れちゃって、これ上級に繋げたら最強なんじゃねキングクルーとかのスクラッタックも強かったけど、うわそれは知らん。ガード減ったところに差し込んできやった。スクリューアタックのあれ、スクリューアタックじゃねえや、フランクリンバッジのせいで当てれるじゃん。これ繋がんねえよな、さすがに射程短すぎて繋がんない。何に繋げればいいんだ逆に。じゃあおばきゅう相手スクリーンバッチ消えた、スクリーンバッチね、反転バッチ消えた、俺がついてる、俺にやってこい、効きませんあれついてるんで効きません、フランクリンバッチニストじゃん。相手のルールなんかちょっと違ったような、チャージ切り札だけありでスマッシュボールなしみたいな、そんな感じだったけど、多分これ反転効いてもう死ぬだろう。で俺もちょっとチャージ切り札が先にたまるのは俺だから、一発かすめて、さあこれ空秒落としでもう一回で、空秒落としが決まんないから、あ掴めなかった、ミスった、さあちょっと飛びすぎ、さあからの一発ガード決定、あ一発当たんない、横火封印しよう今日ぐらいしか使う日ないと思ってあえて使ってんだけど、お前また悪夢再来、どうかお前がいやどうすればいい、悪夢再来はせおくか、やばい、これ空中でレバーがつないとあれもっとマシなんで魂のレバーがを使っていく。だがしかし知らないと焦った頃、これもしかして俺焦ったくさくない、なんか一回これ投げる、あいつの人とだってしね夜なでかくしろ、あれはでかくしろ、ファイヤーフラワーチャージショット当ててでかくしろこれ当てたらでかくなるから、巨大化よくれるからな、さらに着地を勝っていく、くれあいつ吸い込みに高いんだ、確かいいぞ遅いかれうおなんか違うの飛んできたはい、ラストオブザマルスケ。さっきなんかさ、レイガン持ってて、あの緑い方のさ、弾持つやつ持ってたのに気づいたらリベンジシューターに入れ替わってて、まさかの最大火力リベンジシューターでやられるっていう、一生いっぱいだからなこれで。しかもなんか噛みしてうん、世間一般ではクソしてかもしれないけど、クソしてあればあるほど、まあ、動画映えがするという感じで、これどうしよう、リフレクターとしてまあ普通に相手おおテクイプレー、さあ一発限りのあれステルスボムはもうここでは使えないというか、もう使える場所ないわ多分。さあ長いつかみがどこか痛いうざい、ルイージの上級の煽り性の高すぎてうざいんだよな。さあマグマとのコンビネーションが決まって当てれるか、それやばい取られた、ステルスボムここしかない、うわもう飛びすぎタイミングがわからん、マジで起爆するタイミングがちょっと押しただけでめちゃくちゃ飛ぶんだよなこれは。お前長えよお前、いいタイミングで何このコンボマグマとアシストフィギュアとマグマでコンボしてんじゃねえよお前。これ上するまで知らない、捕まえれるか、捕まえれなかった、お前それマグマで焼け死ぬぜ、焼け死なない。ジェネシス2個ゲット、とりあえずチャージショットためつつ、こっちにマグマが現れて、マグマドラゴンあれドクターストーンで、俺の推しキャラはマグマなんで当てて殺すで、じゃああいつが来た瞬間にジェネシスの無敵を活用して速攻を打つことによって反対側に飛ばしていく一挙手で反対側に飛ばせば確定で殺せるんで、待って入れておいおっ何これバグってんの俺今のえなんかマグマ全部過ぎ去ってった後に扉開いたけど、あんなのひどすぎると両方確定で食らうやん今の、おかしいだろあの扉。さあこれチャージ切り札をどっちが取るか当てて、やばいあいつ普通にチャージ切り札溜まった、モンスターボール取った感じ一回な、モンスターボール吸われた、そんなことなんの、横見て無理やり取れないか、くるいやでもゼルダほど吸引力ない確か、捕まったら大丈夫、オッケー2度の掃除機すらもう、あそのワンは間違いないので、もう一回マグマゲート来ないかな後ろから、それまで粘りたいな、あれでお前をいい感じに追い出して殺したい。はい前投げてステルスボムをやっていく、粘ろあれ来るまで第2の津波来るまで粘ろ。さっきなんかバグなのかバグじゃないのか知らんけど開かなかったからな、開かない来たほらおいお前スターはずるいよお前、ちょこれ入れてあいた入れねえスター最低すぎるだろこれ、もういいわもう許さん普通に殺す、残虐なほどに殺すお前。さあ大人の力というのを分からせたい、逆にここから即死コンボするとかそういう流れだけは勘弁な、だって食う落としができない、キラ全部取られる、アイテムいい感じに全部取られて、こっちへあえて誘発させてお前が死ぬことを願う、ええよせ俺に向かってええよせ、今すぐ俺に向かって、あそれはマグマでナイスキャッチ、惜しいマグマとのコンビネーションできなかった、できそうだったのに、あはい、あお前それまた落ちてくる、ルイージが死んでいく様をルイージが死んでいく様をそこー待って俺が危ない